おっほう。
るな。わりゃ、バケモンかい。はるか、返せ。リュ、リュウジ、な、何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされてほんまご苦労やったな。こ、コロナまたんかい。何のマネや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。いよいよ明後日、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ、ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。しっかりして、おじさん。
傷口が少し開いたみたいね。傷口、大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか、無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。はい、これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。おじさん、あれ見て、さくらだよ。ん？はるかの知り合いか？違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。ジェン社長、来期のドラマの件、よろしくね。ああ、わかった。ずっと推しに任せてかい。綺麗な人だったね。
何？しばらく寝てろ。おい。